あと何個俺んとこに ID ぶっ込んでんのかな。お疲れ様です。違うんだよ、あの坊ちゃんね、頭から飛ばすからダメなんだよ。最初にテーマは持ってこないの。ケツに持ってきてからの延長からのテーマに持ってくんだよ。あ、そうそうっていう話になって、で、延長からのに行けばいいの。うん。だって、それ、短い時間だったらつまんねえべ。俺なんかよくやるよ。うん。頑張ってリスナーを盛り上げないとな。金梅に梅名に行くのか。頑張れ。ポー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 。好きな食べ物は最初に食べちゃうけ。っていうか、俺の場合は嫌いな食べ物は食べないけ。うん。好きとか なんだかはこう出てきても、もうそれさえ食ったらもうそれで終わり。今度坊ちゃんよ、手打ちのうまい店があんだけど、日本そばの、ああアレルギーが坊ちゃんあんのかな、そばの。シャレ店とかあるんだけど、うん。ああ。ああ、そこの揚げ物とかは全然。デビー、どこの店だか知ってんの？ねえ。ふん。そこは8と10があるんだよ。で、8の方も、強力と中力のミックスでやってんだよね。うん。まあまあ、そばなんて、つなぎなんてどうでもいいんだけど、ボソボソしたってよ。痩せたかな、俺。ともちゃんおはよう。
よっこらしょ、おい。よっ、音うるさかった、ごめん。戻す。桃源郷、おいっす。俺、後でうどんでも食いに行ってくっかな。チャリこいで。カラ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 。まあ、チャリこいでっていうか、まあ、勝手に電動チャリンコだから、こいでくれんだけどね。13発いらっしゃい。それよりよ、みんなよ、平日のこの時間に俺んとこで打ってくれてんのいいんだけど、どうなのよ。自由人の集まり、それ無職って言うんだよ。無職だから。運転しながら見てます。見るなっていうの。音を出せよ。見ちゃダメなんだから、それ。13。見ちゃダメ。音で聞いて。棒読みつけて、あー、みたいな。ダメよ、それ。見ちゃダメ。それとよ。あれだぜ。あの、渡部がよ、復帰？一年八ヶ月ぶりに。俺よ、渡部のよ、嫁さん、佐々木のぞみ、マスクの CM とか一生懸命頑張ってるじゃん。な？あれさ、多目的マスクとか言ったら絶好調にいいのにな。じゃね？ああ、またコンビでやるのかな。いや、もうやってんだよ。うん。千葉テレかなんかでやるんだろ。もうやってんのかな。所詮よ、お金がすべてよ。多目的トイレだけに、そう、多目的マスク。余計なことは言わない。うん、で、松本も言ってたけど、やるやつはまたやるって。松本が、番組で言ってたけど、復帰しても、あいつはまたやるって。どっちだと思う？いやー、浮気症っていうか、どうなんかね。
俺なんかは自分からガンガン行くタイプじゃないからね。すごいさ、あじゃねえこれないんだけどね。いや、性癖がすごいんだろうな。性欲っていうか、うん、強烈なんだろうな。俺なんかもう54、今年4になるんだから、もう、にっちもさっちもどうにもだよ。女なんかできたって相手を満足させることなんかできやしねえ。えちゃん大丈夫かよ。こないだ電話ありがとな。くまくんおはよう。やっぱ俺顔の形がいいのかな。ティアドロップはいいな。うん。悪くないな。あえての至近距離カメラにしてみました。じゃ、違うんだよ、プチプチ。なんて言ったらいいかな。似合わないものを、は、やらないってこと。これはねえだろう、みたいな。面白いからではいかないってこと。だって他の配信者って面白いからで行くじゃん。酔ってたら横顔が渋く見える。そっか。真横で見たらな。ん？チャンマンのスーツ姿は好きです。トップガン佐野さんおはようございます。はい、おはよう。少し痩せて今58ぐらい。うん。ちょっと待ってね。
これか。もう YouTube ばっかりでバカが。はい。はい、さよなら。うん、いらないよ。ほんとゴミだよ。ああ、坂本、小村さん、俺の動画って上がってるんですよ、録画で。あれを聞いて2月いっぱいまでってあなたの頭の中にインプットされてるんだったら、あなたは人との会話をできない人間です。わかる？皆さん、俺、日付は切ってないよね。日付切ってない人、のでお願いします。休憩だから。ああ。なあ。ねえんだよ。好きな時にやるんだよ。まあ。まあ、ただ。俺もさ、ちょっと待って、ガサガサうるさいから。坊ちゃんこういうのうるさいのが嫌がるから。